こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はブロッコリーとカリフラワーの種まきをしたいと思います。今8月の中旬に種まきをしますと年内採りができます。品種はブロッコリーハイツ SP です。これは花蕾の形状の締まりがとても良くて中手です。早生よりちょっと遅いっていう中手の品種です。超花蕾の収穫後即死がたくさん出ますので次々と収穫ができます。それとこちらがカリフラワーの友月という真っ白いカリフラワーが収穫できます。これも8月中旬に種まきをしますと年内採りができます。ただカリフラワーは即死が出ませんので1回採りで終わってしまいます。でもコリコリとしてとても美味しいです。また若い方にダイエットにもいいということですごく最近は若い方にも喜ばれています。ブロッコリーは即死がたくさん出ますのでもう食べきれないほどに即死が出て即死をたくさん持って帰っていただいて喜んでいただいた方もいます。即死もとても美味しいですので即死の出やすい品種を選んでいます。土作りの方は白菜などと同じで結構肥料がいります。ブロッコリーもカリフラワーもですから畝に肥料は入れますがやはり株と株の間の中心にぼかしを埋めてそれから中期から後期に向けてその埋めた肥料が野菜に効いてくるように埋め込みをします。ブロッコリーは植えた初期の時に元切りが来ましてブロッコリーの元を噛みちぎってしまって苗がダメになってしまうっていうことが多いですので私はもみ殻くん炭をたくさん入れています。くん炭を入れることで虫があまり寄ってきません。植える株元に入れたり畝を作る前にくん炭を打ち込んでなるだけ虫が寄ってこないような手立てを先にしています。畝に入れた肥料分と畝の中心に埋め込んだ肥料とで中期まで肥料がずっと効いていきますのであとは追肥で葉の色を見ながら成長の大きさを見ながら追肥をやったりはしています。消毒はしません。しないように管理をします。青虫なんかが発生しやすいなと思った時にはスト中とかオスの100倍液とかを葉っぱの表裏にかけたりとか木先液をかけたりとかそういうことをすることによって虫が発生しなくなって寄ってこなくなったりしますのでそういう方法もありかなと思っています。それでは種まきの準備に入ります。準備するのは食品トレーとメリアスの布です。この布をまず水にしまします。水を含ませた布に布が裏表ありますので裏表の表の方にあまり毛羽立ってない方に種を入れます。ブロッコリーの種小さいですのでねお水を含ませることによって種がちょっと大きく膨らんできますのでと袋に180坪入ってます。はい、種を布で四方を折りたたんで このようにしてここにお水をたっぷり入れます。たっぷりお水を入れることによって種に十分の水分が行き渡りますのでこのまま冷蔵庫に24時間入れます。
カリフラワーも同じように布でくるんで入れます。そしてこれを24時間冷蔵庫に入れた後、この入ってるお水を全部捨てまして、捨てた状態でまだ布は湿っています。ひたひたに湿っていますので、これを常温で2日ぐらい置きますと、まあ、1日おきにこう布を開いて発芽の状態を見ながら、芽がプチンと切れた時点でプラグトレーに種まきをします。私はピンセットで一粒ずつ、こう無駄のないようにプラグトレーに一粒ずつ巻いています。そのようにして本葉が5、6枚になった頃に畑に持って行って定植をします。発芽がしてプラグトレーに播種するとき、種まきするときも動画でアップをさせていただきたいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。また本葉が5、6枚に大きくなった苗を畑に定植するときも動画でアップさせていただきますので、ご覧いただきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。